おごめーん。大分の高っち親方です。さあ、今回はですね、えー、コンサートの話題でございます。親方、またハロープロ行ったんまたディーンのライブじゃないなって思われた方、大間違いです。今回ですね、私が行ったのはですね、スターダストレビューさん、スタレビューですね、えー、行ってまいりました、えー。今回でですね、3回目の参加となります。 えー、今回、今ですね、スターダストレビューさんは、まあ、デビュー今年で40周年ということで、えーですね、今、全国各地、100公演もされているということなんですね。今回、40周年記念の年中模索というですね、えー、ツアーが行われております。その大分公演に参加いたしました。えー、まあ、基本的にはまだツアーが始まって5分の1ぐらいしかなってないということで、 まあ、詳しいセットリストとかですねそうセットリストなどはですねご紹介はいたしませんとは言ってもセットリストが分かっても正直言って私も詳しくはないんですけれどもただまあどうしてもという、ね、と今回紹介ということで後ほどあの4曲ご紹介いたしますので後半あのネタバレは要注意ですまあ基本的にはこの全体的な感想ですねとかまあ 大分での MC、どういうことを話したのっていうことを、えー、簡単にご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。最初にですね、まず大まかなこの全体的な構成について、えー、ご紹介いたします。まずですね、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、まず最初、冒頭ですね、なんとボーカルの根本かなめさんが、えー 影穴ですね。いわあの、始まる前の、この、開演前の、ピンポンパンポンっていうのをですね、担当されました。まあ、その影穴でですね、この、根本かなめさんはじめ、こう、スターダストレビューの皆さんの思いですね、いろいろ語ってくださいました。本当このコロナでですね、大変な中、お越しくださってありがとうございますと。ね、とかそういうふうな思うね、まあ、できる範囲でこう声出さずにですねで、対策をしながら、けど音楽ってこう悪いものじゃないですから、ね、 別にあの感染対策をすればしっかりすれば元気になれますのでということでまあスターレビのですね思いを聞くことができましたそして今回ですねこの一公演ですねこうまあ、20曲ぐらいか30曲ぐらい瀬戸りあるんですけれども、えー、全体を通,し通じてですねこの一、まあ、つのストーリーになっていると で、それに沿って曲も展開されて、で曲の合間にはこういろいろと演劇みたいなことも実はございます。まあ、アイドルハロープロジェクトでいう、まあ、ビヨンズ風な感じですかね。この、幕、あの曲合いでも結構楽しめる展開となっております。そこではね、あのー、いろいろとまた大声出しちゃダメですよとかですね、いろいろ、えー、 うまいぐらいにですね、そこらん演劇絡めて注意喚起もしてますので、あの、本当に面白い内容になっております。で、またですね、まあこれ毎度、えー、思うことなんですけれども、えー、ビデオやですね、この電飾電気を使って、本当面白い演出ですね、この音楽、パフォーマンス以外でもですね、私たちをこう笑わしてくれたり、逆にこうね、振り返ってジーンとさせてくださったりと、 ですね、そしてもう照明のプロさんほんとすごいですねこんなにもこう鮮やかでこの場面でピンスポーとかこの場面で LED 色が変わったとかですねほんと熱心にこう練り込まれててあのこの,このツアー全体としても面白いですそしてですねやはり何と言っても最後はこの MC ですね、えー、もうスタレビのコンサート行くならばもう音楽もしっかりそれ以上に え、ね、MC、トークですね。これを楽しむというのが面白いですね。こう、カナメさん本当落語家みたいで、えー、話が本当毎回達者なんですよ。ね。あのー、35周年の時は MCD といって、こう、MC だけの CD も出されたようですね。まあ、他にももしかしたら出されているかもしれないんですけれども、あの、本当に音楽に加えいろんなトークやビデオやストーリーなど、本当にこんなにこう、ハイレベルで、 かつね、多分野でできるってアーティストって素晴らしいなっていうふうに思いました。まあ、だからこそは、ま私もね、あまりまあスタデレビー詳しくはない。まあカラオケではちょこちょこ歌うんですけれども、ね、あんまりそんなにガチ勢ではない中でも、こう3回も参加させていただいて、やはりその、いろんな魅力が詰まっている公演だという、まあそこに魅力を感じて参加しているところでございます。 それではではすね、今ちらっと出ましたが今度は MC の話題でございますえー、まあトークですねえー、途中、まあ、3時間半ぐらいに今回実はあったんですけれども途中でですねまあ休憩があってその中で MC が行われましたえー、今回テーマがですねこの大分の思い出ということで、えー、結構ですねあのー、最初にいらっしゃったのが1985年の 大分県の農業会館とというところでですね、えー、アマチュアバンドの、えー、ゲストとしてスターダストレビューさんがい,いらっしゃったのを機に、えー、もうかれこれ30回近く公演されてるようですね。えー、グランシアタートでは8回目ぐらいということで、まあ、結構私も昔からあ毎年のようにこうスタレビの CM が流れてて、えー、今年も大分にやってくるのかなという印象は持ってました。まあ、そんな中でですね、えー 時間の関係上全てですねあの各全メンバーからお話がなかったんですけれども1つ目が、えー、ですね柿沼さんですねベースのがですね2008年のですね木島後楽園での、えー、野外ライブが思い出ということでこの日がですねあのー、とにかく大雨でですねもう何て言うかこう というかあの公演が始まる直前にもう結構もう曲をねセットリスト曲を入れ替えたそうですね、えー、バラードも控えめで,控えめで多分一曲「木蓮の涙」だけでそれ以外は全部アップテンポでこう変えたという思い出があったのが一つでつ目がですねこれ寺田さんドラマですけれども、えー、の思い出がですね2000年の世界公演大分市の津春にはございます 緑マザーランドでのですね、屋外ツアー、あの、博士太郎さんと共演されたということで、ね、根本要さんも当時、髪もじゃもじゃで、えー、兄弟でこう、<laughs> 博士太郎さんと兄弟という役でやってたそうなんですけれども、えー、それでですね、最後、あのー、名曲、今夜だけきっとがこう流れて、最後ですね、あのー、まあ、ライブ行かれた方も、ご存知でしょうけれども、ですね、 「星になったのところでですね、この流れ星がバーって流れる演出があるんですね。で、この後はですね、えー、このノツハルの,のマザーランドの時も最後、今夜だけきっと歌って、星になったんで、拍手が全く起こらないんですね、最後の締めなのに。俺、かのみさん、俺、なんか悪いことしたかな、なんか俺、決まってなかったのかなと思ったら、 なんとちょうどその最後「星になった」の部分で本物の流れ星が流れたということで会場が騒然としてもう拍手どころじゃなかったということですね。あのー、これは本当幻想的で本当奇跡が起こったというところでも思い出たそうですしボーカルの要さんにとっては、えー、俺何千回と今夜だけき,きと歌ってきたけど俺こんだけ。 これだけ拍手もらえなかった本屋的、きっとはもうこの大分でし、大分のでし、間違いないよっていうぐらい、かなりですね、印象に残っているということですね。このあの、ま、余談ですけど、このマザーランドの件はですね、えー、2017年の35周年記念の時もな、ライブでも、あの、の MC でも聞きましたけど、まあ、それだけ本当に印象的だったということが伺えて、まあ、大分県民としては、ああ、嬉しいなあっていう感じがしました。 え最後にですね、えー、今回のまあセットリストは基本的には、えー、全てはお教えはいたしませんが、ただ、どうしても個人的に、えー、おすすめするというかまあピックアップした4曲をご紹介いたします。えー、1曲目がトワイライトアメリューでございます。もう私が一番今好きな曲でございます。もうカラオスケでもしょっちゅう出させていただいております。まあ切ないことですね。 失恋の歌なんですけれども、失恋なのかなわかんないですが、まずっぱい恋の歌なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、この曲自体は、あのこ、公演ではですね、ライブでは、えー、2017年1月のですね、35周年記念のライブでですね、えー、初めて聞いたんですけれども、その時はですね、実はアカペラバージョンで歌われました。 まあ個人的にはですね、まあ、スターダストレビュー、ね、アカペラ、本当うまいんですよあの。楽器が下手でも、この声さえ良ければ、ね、音楽ってやっていけるんだというところがまた面白いんですけれども、まあ、アカペラも素晴らしいんですが、個人的にはこのオリジナルがですね、このバンドスタイル、ギターとか、ね、キーボードとかある、えー、ものでしたら、やっぱりオリ,オリジナルバージョンの方が盛り上がって、ね、私は好きなんですよね。 でまあ前回はそういうことでアコースティックというかアカペラでしたのでまあ曲はいいんですけれども個人的にはやっぱりこのオリジナルバンドバージョンが聴きたいということで、えー、来ました、まあ、前回のその2019年の還暦少年というか残念ながらなかったものの今回ついにトワイライトアメニュージンオリジナルバンドスタイルじたオリジナルバンドスタイルフルで聴きましたイエイ ちょうどね、これ面白いまたストーリーのですね、場面のいいところで流れたんですけれども、本当にこれ曲聴いて感動しましたね。あのー、ディーンで言う、ティーネイジャードリームやっとフルコーラスでやってくれたなんかそれを思い出すよね、本当に。これ、ね、そのアーティストで一番好きな曲を、ね、オリジナルのスタイルで、とかまあ自分の好きなスタイルで、しかもフルコーラスで聴けたというのは、本当にこの嬉しい。 ね、まさにこれを求めてたんだという興奮がございます。今回ですので、あの、トルイライトアベニューはですね、オリジナルバージョンで、ちょっとですね、実はお客様ですね、あることをしながら聴くことになる予定でございますので、まあ、一つお楽しみにしてください。え、二つ目がですね、こちらも有名曲、木蓮の涙です。ね、こちらもあのー、 ね、いろんな方に、ね、カバーをされて昔あの「スターダストレビュー」の皆さんがこの「モクレの涙」を歌おうとした時にですねとあるあの取材記者から「えスターダストレビューさんもこの曲カバーされるんですか?」っていう話だったんですけどね要さんはいやいや違うってうちらがオリジナルだよって,言っていう、まあ、エピソードも聞いたことはございますけれどもこの、まあ「モクレイの涙も」も ですね、もうあのー、割とどちらかといえばこのアコースティックバージョンが有名ななのではないではいしょうかまあ恥ずかしながら私も正直最初はこの「モクレンの涙」はアコースティックバージョンの曲だと思ってましたあのーまあ、正直アコースティックバージョンになるとこの曲は本当に悲しい感じがして実はあんまり私好きではなかったんです ただ、2017年の35周年ツアーの時に、実は初めて、あの、オリジナルバージョンがあるんだということを、えー、知りました。こう、ちょっと、あの、バンドスタイルで、こう、チャイニーズ風なというか、なんか紅茶レーみたいな感じだですね。んんんゃ、会いたくて、会いたくて、って。 えー、要さんのように高い、綺麗な声が出ませんけども、えー、あ、これオリジナルバージョンがあるんだということを、まあ、恥ずかしながら、その2017年のライブで初めて知りました。そして、この、まあ、オリジナルバージョンを聴いた瞬間、あ、この曲は俺、オリジナルバージョンの方が大好きだなと。えー、アコースティックはちょっと、私苦手だけど、このオリジナルバージョンは本当にいい曲だと思って、ね、本当ん悲しい曲なんですけどもね、この、ね、 ミュージックのね、バンドスタイル聞くと、僕は好きだなというふうに思いました。で、で今回もですね、実はこの木蓮の涙は、えー、オリジナルバンドバージョンでございますので、本当にこう聞きながら、しんみりしながらも、えー、ちょっと心の中でウキウキしながら私は聞いておりました。で、3曲目がですね、もうこれも定番。今夜だけきっとですね。 もう私の中でスターダストレビューイコール、えー、今夜だけキットのイメージが強いですね。まあ現状一番好きなのはトワイライトアベニューなんですけれどもまああのー、とあのなんていうか私がそのスターダストレビューを初めて知ったのがこの今夜だけキットという曲であの小学校の頃からあのライブの CM 今、令和に入ってもそうなんですけれども、大分公演のこのライブのチケットの CM ではだいたい今夜だけきっとがもう大体流れますね。もうそのイメージで、も、ま、う、あ、とりあえずあの、私とスターダストレビューを繋いでくださった曲、これが今夜だけきっとですね。あの、ディーンと皆様が繋がった曲、このまま気分だけを奪い去りたいのはパクリなんですけれども、えー、まあ、この今夜だけきっとも色々カバーも咲いてますし、 テレビの3の中でもいくつかバージョンがあるようなんですがまあ私はこのオリジナルバージョンですねリリースされた時のバージョンが好きですねあのー、感想でコーラスがですねほんとしびれるんですねああってあのミュージックビデオをねあのご覧になった,なった方はねイメージがつくでしょうけどもあのー、まずコーラスにしれてでその後あのー、オリジナル場合は「 振り返るほど、切なくて、ってこう、あの、もう一気にこう、流れに乗ったままバーって畳みかける方が好きなんですね。これはマージョン変わると、例えば感想がこう、ギターかなんかこう、弦楽器に変わったり、あとはこう、振り返るほど、ってこう、要さんがこう、ちょっとこう、控えめに歌うというか、演奏も控えめになるんですけれども、 まあ私はやっぱりこのオリジナルバージョンのコーラスともうラスト落ちサビまでバーっと一気にあの疾走感ある駆け抜けていく感じが好きなんですね。まあ、今回ちょっとあの最後落ちサビの前はこういったしんみりとした感じ。まあ、これいい場所でまた今夜だけきっと歌われますのでお楽しみください。あのー、まあこの曲ねやっぱりいい曲なんですがなんと まあもう一つ注目している理由がございます。それがですね、つい最近なんですけれども、あの、アイドルグループ、ハロープロジェクトですね、モーニング娘。なのがいるグループですけれども、えー、そのハロープロジェクトのコンサートに、この間、2月に福岡公演に行きました。で、その時にですね、実はそのハロープロジェクトのメンバー、まあ選抜のとある3名の方がですね、この今夜打撃と、 カバーされてました。しかも、オリジナルバージョンでフル、あの、感想もちゃんとコーラスを生かしてますし、その、落ちサビのところ、ラストのサビのところも、あの、畳みかけるようにっていうか、こう、勢い落とさずに行ってて、まずバージョンが良かった。で、さらに、あの、この3名の、ええー、まあ女性ね、女子アイドルが歌ってますけれども、あの、この、なんていうか、高い声で、こう、儚さ、切なさも、 初々、ね、ういういしさもあるこの突き取ったこの女性とか女子の歌声のこの今夜だけきっとが本当に良くてあの女性の声でも合うこと切ない曲だなというのを感じましてもう正直泣きそうになるぐらい現地でじーんと私が来ましたでその各メンバーのブログにも何回かですけれどもあの本当この あなたたちが歌う今夜できっとにじんときました。ね。ぜひこれ正直もう音源化してほしい。ともうね、アップフロント事務所に私は言いたいぐらい、本当に素晴らしかったですし、あのー、本当にこれ、名曲だなというふうにこう感じましたね。あのー、 まあ私もね、この曲、実はカラオケで歌うんですけど、ほんと難しくて、キーがプラス4ですから、1オクターブ多分男性の声上がるんですかね。本当に難しいんですけど、もう私も調子がいいときは高い声出せるんですけど、もうついていくのが精一杯で歌にはなってません。けどね、本当にこの今夜だけきっと、ね、名曲ですし、先ほども申し上げた通り、流れ星の演出あるのでしょうか。そして最後ですね、4曲目が、 はっきりしようぜというシングル曲でございます。これ実は最、まあ、最新のシングルです。あの、去年の秋ぐらいにリリースされました。あの、まあまさに今ですね、コロナ禍でですね、いろいろマスク着用とかソーシャルディスタンスとかあって、窮屈なことばっかしで、こう、溜め込んでないかと、溜め込んでなくて、こう、どんどんはっきりしようぜとね、鼓舞する曲でございます。まあほんと今のこのコロナ禍のですね、 えー、応援歌でございますでこの曲ですね、えー、もちろん、えー、今回のライブでも歌われますもうまさにこの状況だからこそしっかりこう生で聴けたというのが嬉しかったですしメンバー自身もやっぱ歌いたかったと思いますよでですねえー、まあこれには2つ思い出がございまして1つが、えー、実はこの「はっきりしようぜ」のシングル 実は私あの、メンバーのサイン入り、スタレビのメンバー、4年、4年の皆さんがですね、サイン書いてくださったものを持ってます。あの、もともと生配信でですね、あの、申し込みされた方にはこ、このサイン必ず書きますんでっていうので私申し込んで、えー、実際届きました。えー、その時の動画も上がっておりますので、もしよろしければご覧ください。 メンバーの皆さん1200か1500くらい私がサイン書いたということで本当にありがとうございました。そこまでしてこうね、ファンのことを思ってくださるという姿勢が本当に嬉しいです。で、もう一つがですね、えー、二つ目。これもまたアイドル、ハロプロ関係なんですけれども、えー アンジュルムというグループがですね、実は本当最近なんですけれども、この、はっきりしようぜをカバーされたということです。ただ私はまだその音源を聞いてないんですけれども、このね、先ほどの今夜だけできっとではないですけれども、若い女子が歌う、はっきりしようぜ、どんな感じなんでしょうかね。ま,あ、まさにね、あの、今の、このご時世に、に通ったメッセージですし、で、もう一個だけ言うと、えー、実はですね、えー、この、大分公園、 があったのが、えー、ね4月10日の、えー、20時40分ぐらいまで実はコンサートがあったんですねでそっから9時になったらあの TBS でですねあの世界不思議発見がございますね土曜の夜でそこにですねちょうどそのはっきりしようぜをカバーされたアンジェルムのメンバーの一人神国領もえちゃんという子がですね、えー、ちょうど出ていましてまあ、熊本出身で私も何回か、えー、見に行かせてね か彼女のパフォーマンス見に行ったことございますけれどもちょうどその「スタレビ」でがあった後にねアンジュルムが出てくる、ね、ちょうどはっきりしようぜでこうなんか縁を感じるなと思いましたまあねスタレビはもう大分公演ですけれども、まあ、私自身が第二のふるさと熊本ということでなんか運命を感じましたしこうやっぱり音楽がですねいろんなさまざまな アーーティストにカバーされるというのが本当嬉しいですねそれぞれの歌い方表現もありますし、まあ、それぞれのファン自慢といいますかねファンの方にも届けられるということでですねこの「音楽の力」まあ、もういよいよまとめにも入りますけれども、えー、本当にですねあのコロナ禍いろいろとで音楽業界もかなり厳しいですしそれぞれでですね医療従事者とか、えー、大変ねな思いもされてますけれども。 まあけどね冒頭でも私申し上げましたけどねけどやっぱりこう音楽ってね見えない力があるコロナという見えないですね敵に勝つにはまあ音楽という見えない力でね立ち向かおうって要さんもおっしゃってましたけどもねやっぱりそれは音楽このね心の豊かさというのも大事ですねもちろん今コロナがかなり流行ってまして。 ね、えー、果たしてそうね、集まりをするのがいいのかとか、楽しいことばっかりしていいのかというね、いろんな意見もありますし、予断を許さない状況ではございます。ただ、やっぱり音楽は悪いものではないです。ね、しっかりコロナ対策をして、今回は特にあのー、本当にいろんな対策をしてました。座席もですね、一席ずつ開けて、半数しか入れないようにしてましたし、マイクはもう着用必ずして、そしてお声は出さない。 で、入り口で検温と手レビ消毒もした上で、かつ、そのチケットの裏に、こう、住所など書いてるとか、いろんな対策をね、さしてから、えー、行ってます。本当あのー、スタッフの皆様にも感謝でございます。あのー、スターダストレビューの皆さんが、えー、声は出す、ね、お客さん出せませんけども、拍手で、僕らも頑張ってますというふうにおっしゃってましたが、いや、こちらこそ本当に、こういう楽しい場というか、まあ、ちょっとね、いわ非日常的な、 楽しい場を作っていただいたこと、こちらは本当に感謝いたします。あの、本当音楽の可能性っていうのはですね、もうやっぱ無限大だと。ね、しっかり守ることを守ってやるんであれば、本当に、えー、こう、ね、良い刺激になってですね、少しずつこう、元気が出せるのかなというふうに思っております。ということでですね、えー、いよいよ大分公演もですね、終わりまして、また、これからね、翌日は佐賀と言ってましたしね、 メンバーの皆さん、あの何とぞお気をつけて、これからも頑張ってください。ということでですね、以上、大分公演のまあ、簡単な感想とさせていただきました。あのー、最後までですね、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。よろしければですね、えー、いいねボタンですね、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ね本当ん 音楽の力すごいそしてまあ引き続きコロナ対策しながらいつかこうねかつてのようにこうワイワイ楽しく一体となって楽しめる日が来ることを願ってやみません。それでは最後までお付き合いありがとうございました。また会いましょう。